クルネー柄は、スリランカの北西部州、クルネー柄県の都市である。クルネー柄は、スリランカの経済、交通の主要なハブの一つで、主要都市を結ぶ、幹線道路の交点に位置している。北西部州の州都であり、クルネー柄県の県都でもある。エレファントロックから望んだク、クルネー柄湖クルネー柄は、周辺に点在する巨岩といった一部の例外を除き、 基本的に平野から構成される。ただし、都市の北側は南部よりわずかなら標高が高い。クルネー柄湖はこの都市で最も特徴的な地形である。クルネー柄のある地域はスリランカの沿岸地域と比べると標高が高いと言える。しかし、島の中央の高地地域と比べるとそれほどでもない。クルネー柄は島の西海岸に近く、 最寄りの沿岸都市としては、ニゴンボとチラウがある。コロンボ首都圏からは北東に9 4トル中央高地のことキャンディからは北西に4 2トルの地点にある。都市は、海抜1 1 6ルの地域に位置しており、クルネー柄の周辺には、ココナッツとゴムのプランテーションが広がっている。クルネー柄の周囲には8つの巨岩がそびえており、 そのうち6つにはその形から想像された動物の名前が付けられている。そのうち最も巨大な岩はエレファントロックと呼ばれており、その高さは325メートルにも達する。クルネー柄は欠片の気候区分で熱帯雨林気候に属す。年間を通じて熱帯の暑い気候が続く。都市周辺の巨岩はクルネー柄の気候にも影響を与えており、 日中の間に熱を保持して夜間の気温の低下を妨げている。クルネー柄の4月の気温は約摂氏35度まで上昇する。クルネー柄の気候の大きな変化は5月から8月と10月から1月のモンスーンの時期だけで、この時期には大量の雨が降り注ぐ。1月から2月にかけて都市は乾燥した気候となるが、これは寒気と呼べるのほどのものではなく、どちらの月も 平均降水量は60ミリメートルを超える。全体的に見て、11月の終わりから2月の中頃までの時期は、他の時期と比べ気温が低くなる。クルネー柄の年間の平均降水量は2000ミリメートルほどである。2012年現在の人口は推定3万414人。シンハラ人が多数派であるが、その他にもスリランカムーア、スリランカタミル、バーガー人、 スリランカマレーといった民族が居住している。少数派民族はクルネー柄の全域に居住しているが、テリアガナ地区とウィルゴダ地区には、ムーア人とタミル人のまとまったコミュニティが存在している。以下に2001年当時のクルネー柄の民族別人口を示す。バッティカロアとコロンボを結ぶダヤデビレッシャクルネー柄は、スリランカの中央付近に位置することから、 多数の主要な都市や町と直接交通網で結ばれている。幹線道路がコロンボ、キャンディ、プッタラム、トリンコマリー、ニゴンボ、アヌラダープラソレニ、それにケガラといった都市へと伸びており、クルネー柄は道路が交わる都市として観光の拠点にもなっている。クルネー柄にはまた鉄道のノーザンラインも通っている。2006年には 新しい中央バスターミナルがオープンしている。このバスターミナルは約200台ものバスが停車可能な2012年現在スリランカで最も効率的で近代的なバスターミナルである。ありがとうございます。